皆様、日本語の EPG パトシャラにようこそ。私は鈴木貞美です。今日のモジュールの題は、明治期の翻訳小説です。これは明、明治時代の文学というペーパーに、明治期の翻訳小説と出てきています。目的は江戸時代 を中心した近世から近代文学の過渡期の状況を知ることが一つです。第二には日本の近代文,文化、また文学の理解を深めることになります。特に今日の翻訳小説には文明開化の時代、 な背景になっていますのでそれと文学の関係について考えていくことになります。明治前期は前期というのは明治、まあ、15年ぐらいまでのことですけれども西洋事情そして洋楽西洋の学問ですねの紹介が大変活発な時期です。えー 西洋の小説の翻訳もその動きの中で行われました。それは明治になる前、まず幕末の蘭学者、オランダの学問を勉強した黒田キクロという人がいるんですけれども、その人が1850年頃にイギリスの作家ダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソー をオランダ語から和訳します英語で書かれた本がオランダ語に翻訳されそしてそれを黒田は日本語に訳したわけです。でこれは写本でルフしたことが知られています。黒田はロビンソンを日本の侍のようにして翻訳しています。ロビンソンソが 無人島で生き延びていくその強い生き方を侍のように考えて翻訳しているわけです。でこのようにして登場人物の名前を日本流に変えたり場所も日本に移したりあるいは日本の全体として日本の読者に受け入れやすいように形を変えて 翻訳をすることが様々に行われました普通本案という風に言っていますえなおデフォーのロビンソンクルーソーというのは、えー、全体に階層機の形をとっていますこの後明治時代にですね井上金という人がやはりロビンソンクルーソーを これは英語から訳すんですけれども「ロビンソン漂流記」というタイトルで発表しています。年のことですこれは長くさまざまに翻訳されて日本の子供たちは皆よく知っているお話ですけれどもこの「ヤ・キンの訳はですね原作が全体の回想機の仕組み 過去から振り返ってみるというのを全く無視して語り手が目の前に次から次へと新たな事件が起こっていくのを述べていく無人島だと思っていたら実は人が入り込んでいて奴隷を連れていくその中から逃げ出したフライデーという人を自分の 上昇にして人を生き延びていくわけですがそういうのが次から次へ起こる昔私が島にいた時こういうことがありましたというのではなくて新たなここととが起こってくる形をとります実はこれはこの形というのは日本の伝統的な作り物語というのが皆、えー、こういう形をとっていますので。 それを意識して物語の形式に収めたと言っていいと思います。先ほどいろいろな本案の仕方を述べましたけれどもこんなふうに語りの形を変えていくのも本案の一つと言えるでしょう。小説の作り方に関してさまざまな日本 が行わわれているわけですなお一言申し添えますが黒田菊郎という人は京都の東本願寺に頼まれて古代インドの聖,聖典リグベーダを英訳本をもとに翻訳してもいます。インドとの縁もその中で行われてつながって。 いるわけです黒田のロビンソン・クローソンの翻訳の前編は「漂流記事」として明治5年に刊行されましたけれどもその前の年1871年にはイギリスのサミュエル・スマイルズのセルフ「セルフ・ヘルプ」が中村正直によって 最国立志園として刊行されました。セルフヘルプですから、自分で助ける。自分で自分自身を助けて、事業家として成功していく。そういうお話が、だいたい300くらいにわたって、え、並んでいます。もちろん、欧米人の成功の物語です。で、これは、瞬く間にベストセラーになりました。 水をこれまでに日本のお出版物でな買ってないほど、あるいは、えー、その後も含めてもですね、えー、実にたくさんの写本、半本などがあまあの刊行されています。天は自ら助くるもを助く、えー、神様はという意味なんですけれどもお自分で 努力して成功するものを助けるんだという言葉が序文に入っていますもちろん天と訳しているのはキリスト教の神のことですゴッドの翻訳ですキリスト教の神は何よりも自分で努力する人を助けてくれるという意味ですねイギリスの産業革命期2世紀にわたると考えてみても その思想をよく語っています。自分自身で努力して、成功していく。そういう思想です。で日本では。明治四年にですね。徴兵令、兵隊さんに取る。人々を取る、男の人々を取る。という際に。各人の自由平等が。明治政府によって公認され。 立身出世身を立て世に出るというのが世の中の合言葉になっていく時期にあたりますその出発点にあたって実にふさわしい読み物として西国立志伝はあったわけです全体このようにして明治前期には小説類よりもおむしろ西洋の 思想のさまざま西洋の宗教や生活習慣などを紹介する著作が圧倒的に刊行されましたほとんど驚くべき数のものが次から次へ出されましたでそういう思想書あるいは生活習慣の案内記などもみんな法案が行われていますここで 一つ注意してほしいことがありますえ。特に西洋の学術書の翻訳は、まず19世紀半ばの上海で中国語に翻訳されたということです。それ以前には、それ以前に香港、上海の前にですね、香港で、例えば漢訳聖書イギ、キリスト教の聖書が漢語、中国語に訳されて作られていましたし、キリスト教のために 中国語から英語の辞書、英語から中国語の辞書も、キリスト教の宣教師たちのと、中国人の若い優秀な人たちとの間の協力作業として作られていました。そして、上海では、えー、発行された新聞も、幕末には江戸幕府の手で刊行されていました。 ほとんどの英語と中国語のお互いに訳語になる関係というのはそれらによってまず基礎が作られており日本の知識人もそれを参考にして英語の知識を受け入れたということです。無論文化の仕組みが西洋の近代と中国あるいは日本とでは全く仕組みが違うものですから 内容に理解が届かないということも多々ありました。多くの場合、英語の方が多義的です。アンビギアスです。中国語の方が意味が細かく分けられているという状態が普通でした。そこで、英語の一語の訳語に対して、 文脈によって英語の文脈によってさまざまに訳し分けられました新聞では新しい訳語が作られてそれが次第に一つにどれがいいというのに固まっていく様子が見られます日本でしばしば挙げられるのに英語ソサエティの訳語として社会という信号が なななかかか成り立たなかったっとということが言われますしかしこれは実際はですね英語ソサエティが非常に多義的であったために様々に訳されて一つに決まらなかったという方が正確なのです例えば小さなソサエティは会社の社 という字を使って、まあ、会社と訳されたりあるいは会社の社に「中」という字を書いて「社中」なんていうふうに訳されましたまた「もっと広い人々の広がり」については「広庫」という言葉が使われ「湖」あえー、江戸の絵に「陽子公の庫」に、えー「湖」です湖 広い川や湖のようにたくさんの人々という例えで使われますそのように使われていてなかなか社会という言葉に定着しなかったというのが実態です中国でも日本でもその国家と社会の関係が欧米とは違っていました一つの国民国家一つの 国家として人々が一つの法律のもとに、まあ、憲法国,国法のもとに暮らしているというその人々全体を指して社会というのはなかなかできなかったということですし英語でもそういう意味で使うのは学者の間でのことにでした。様々な記事を英語の 記事から翻訳するのですから、え当然なかなか見つから、あの、定着しなかったわけですで。先ほど、キリスト教の神を天と訳した例を挙げましたけれども、キリスト教の神は、この世の中を外から作った神であり、えー、そういう考え方に立っています。キリスト教の神は世界を外から創造した。それに対して、 天「天」とか天という「天の」の、まある字を「天」というふうに翻訳してるんですが「天」はアジア人にとって、えー、この世の、まあ、一頭上のところにあるものですからこの世の外を意味しません。実は、えー、訳語は決まってもなかなか理解が届かないということがあります。 もう一つよく挙げられる例に、ヨーロッパ語のフィロソフィーの翻訳語として、哲学という語を日本人が作った。それがやがて中国でも広く用いられるようになったことが挙げられます。中国のでは、フィロソフィーは例えば、形状学、形を作る、形を超えた考え方についての学問。 などというふうに訳されていたんですけれどもそれはしかしヨーロッパ語のフィロソフィーの一部には当てはまっても全部ではないそこで幕末にオランダに西洋思想を勉強しに行った西天音という人が、えー、要するにヨーロッパでいうフィロソフィーっていうのは先人たちの優れた考えをまとめて言,う言っている。 そというふうにとって先哲の学先哲という言葉はしばしば使われていましたそれを縮めて哲学というふうに作ったのですつまり専門家の間ではそれがより妥当性が高いということで広く用いるようになりました実際新たに日本で考案されたものたくさんありますけれども、えー、もともと 日本語のの意味なのですそれを日本人が工夫したわけです明治期の翻訳の小説でもそうした日本人の工夫というのは様々に行われました明治中期には自由民権運動の一環として様々な西洋の小説が翻訳されますそれに倣って日本人も小説を書き始めます 大きく言えば政治思想を広めるためのものですからその文学性芸術性というのは我々の使っている文学や政治文学や芸術という意味とはから見れば価値が低いということになりますしかしそれらが日本の小説の近代化を推し進めたことは無視できないものです 明治政府は次はまあ明治政府が明治初期に国民国家の制度を整えていくのに対して政治小説というのが起こった政治小説の季節についてお話しします。